部長は、西園さやかさん、ミステリー研究会部長。ミスケンが何のよ。そう警戒しないでください。素敵なこと。ダンス部。そうなんです。おかげで振り付けを。はい。そうでしたか。この人は八神さん。ミスケンなるかも。それは八神さんはダンスのことも。本当ですか。さっき見た時からもしかして。え、やっぱそうですよね。実は振り付けのアイデアがさっぱり浮かばなくて困ってた。ぜひご教授お願いします。八神さん、探偵たるもの時としてライヘンバッハの滝違いますか。は、今次のコンテストの練習してるんです。みんなもうリズムも掴んで振り付けも。何かコンテストまでもうじ。八神さん、いやそう言われてもな。観察力。え、ここはズバッと。色気が足りないんじゃないか。健康的すぎる気がする。え、そう言われましても露出度の高い衣装でも高校生のダンスとして、インパクトが足りないんじゃないかな。インパクト。ああ、ユニゾンもうまくいってるし振り付けもバッチ。ただな、記憶に残るよ。なるほど、確かにそうかもしれん。ただ八神さん、え、インパクトのある動き、カンフーの動きを取り入れてみたら。え、カンフーですか。ああ、カンフーなら派手な動きが多いし意外とダンスに向いてるかも。確かに実際に格闘技の動きを取り入れてるダンスもありますし。でも私たちカンフーの動きなんてわからないですよ。それなら俺一応カンフーできるけど。え、そう。まあほとんど自己流だけどね。派手な動きもできる。なら教えてもらってもいいですか。まあ、やった、踊ってみてください。え、もちろんです。それをどうダンスの振り付けにするのかが肝心。いや、か、そう。八神さん、できないなら今回の話はなかったことに。おまわりさんの番号は。待った。ん、わかった、とりあえずやってみるよ。ダンスなんて初めてだからうまくやれるかわからないけど。はい、よろしくお願いします。それじゃあ八神さん、サビのところまで30秒間私たちが考えた振り付けをお教えしますので、八神さん流にアレンジして踊ってみてください。お得意のカンフーで。ああ、わかったよ。それじゃあまず最初のステップですが、こんな感じです。できそうですか。どうだろう。まあなんとかとりあえずやってみるよ。それじゃあ音楽流しますよ。よし、やるか。
たよね。いや、そうなんだが、やってみたらできてしまったというか。どんな運動神経してるんですか。八神さん、やっぱり元プロダンサーだったんですか。いやいやいや、そんなことはない、素人だよ。素人の動きには見えませんでしたけど。ってことは、テンプの才能、ダンスの神様が舞い降りたのかも。どうだろう、カンフーの動きが応用できたのかもな。八神さんに提案していただいた振り付け、早速練習メニューに組み込みたいと思います。今日は本当にありがとうございました。お役に立てたようでよかったよ。あの、もしよかったらこれからも時々アドバイスをいただけますか。顧問の先生が全然部活に来てくれなくて本当に困ってるんです。それに八神さんならなんだか信頼できそうですし。ああ、たまになら。素人なんでいいアドバイスができるかわからないけど、うん、よろしくお願いします。八神さん、部室に戻りましょうか。うん、ああ。どう、ダンス部部長の信頼は得られたと思うけど、テストは合格ってことでいいのかな。そうですね、正直驚きました。あんなにあっさりと彼女の信頼を得てしまうとは。私が何度アプローチを試みても警戒されるだけだったのに。あー、なんかミスケンめちゃくちゃ警戒されてるみたいだったな。何はともあれ、私としてはぜひ八神さんにミスケンの顧問になっていただきたいです。お、そいつはよかった。ってことは変質者疑惑も晴れたのかな。ええ、その説は失礼しました。それに実を言いますと、あの隠しカメラの目的、なんとなく察しがついてきましたし。え、マジで。生徒を監視するかのように設置されたカメラ、八神さんが探偵だったこと、そして世間の耳目を集めている江原明宏の痴漢裁判、それらのピースを並べていくとぼんやりとですが八神さんの目的が推察できる気がします。まあ、お仕事の邪魔になってはいけませんから、首を突っ込むつもりはありませんが、とにかく八神さんのことは私から理事長に話しておきましょう。顧問をお願いしたいと。そりゃ助かるよ。だけど部外者がそう簡単になれるもんなの。ええ、外部指導員という形であれば。ただその場合、監督役を校内の先生に担当していただく必要があるらしい。名前を貸してもらうだけで外部の方に部活を。監督役。そこは大丈夫です。実は以前に理事長が名前を貸すだけならいいと約束してくれたんです。半ば勢いで押し切る感じでしたが。え、そうだったの。理事長も教えてくれればいいのに。さっきはどこも手が足りてるとか言ってたけど。まあ、本音ではやりたくないのでしょうね。責任だけは監督役の先生が取ることになりますから。ミスケンはいろいろなトラブルに首を突っ込む厄介者、そう思われているようです。はは、なるほどね。それでは八神さん、改めましてどうぞこれからよろしくお願いいたします。ああ、こちらこそな。八神さん、後でまた部室に来ていただけますか。私たちが追っているとある事件のことで、ぜひとも相談に乗っていただきたいのです。なんだ、パパ活の他にも厄介な事件が。ええ、それよりももっと厄介かもしれません。実はパパ活女子の件もその厄介な事件の一部である可能性もありまして、その話は時間がかかりそうですので、また今度詳しくお話しさせてください。なんだかよくわからないが、時間ができたら顔出すよ。